ランプス。ランプス、K、空中多目的システムは、アメリカ海軍の関西ヘリコプターシステム。対戦船のほ経軽輸送や連絡、観測など、多目的に用いられる。アメリカ海軍では、水中高速性能や長射程対艦兵器を備えた、新しい潜水艦に対抗し得る、長射程の対戦兵器として、無人ヘリコプターによって、 単魚雷を投射するダーシを開発し、量産型である DSN-3、QH-50C は1962年より引き渡しを開始した。理論上、本機は対戦戦の課題の多くを解決できるはずであったが、実際には当時のソナーではアスロック対戦ミサイルの射距離で足りる程度の探知距離しか発揮できないことが多く、本機による 長距離攻撃の恩恵を受ける機会は少なかった。また常に信頼性の問題を抱えており、艦隊では不評であったこともあって、アメリカ海軍では1969年に運用を終了した。一方、同様のニーズに直面していたイギリス海軍は、一回り大きな有人機であるウェストランドワスプを用いた中距離魚雷投射ヘリコプターマッチを開発し、 1961年収益の81型フリゲートで実用化した。フランス海軍も1962年収益のラガリソニエール T-56 型で護衛艦でのヘリコプター運用に着手し、当初はアルエット E を搭載し、後にアルエット E に更新した。また、イタリア海軍でも同年収益のカルロベルガミーに級フリゲートでは、 AB-204AS を搭載した。アメリカ海軍もダーシの運用中止とともに、そのダーシ用設備に多少手を加えれば搭載できる、程度の機体規模の有人ヘリコプターによる計画に着手した。これがランプスである。1969年から1970年にかけてコンペティションが行われ、1970年10月、 暫定作としてのランプス MKI が選定された。これは、非武装の救難機であるカマン HH2DC スプライトを元にした発展型あり、1971年3月16日には SH2D が初飛行、12月7日より配備された。ダーシの場合は、艦から指示された座標で魚雷を投下することしかできなかったのに対し、ランプスでは、アン、 マスクマイナス81時期探知機、マット、その V15 発といった対戦捜作センサーを備え、母艦の単身技の探知精度が低下する遠距離域でも正確に攻撃を行うことができた。その V は母艦の単身技を補完するパッシブ、対戦線センサーとして用いられており、その音響情報は母艦に転送されて処理される。これらの情報によって、敵戦をある程度把握した後、 マットによって、目標位置を極限し、MK-44、または46単魚雷によって攻撃する。また対戦戦以外にも、ランプスの名の通り、多目的に運用する計画で、対艦ミサイル防御、ASMD や、母艦の艦対艦ミサイル、SSM の測定も想定されており、l n 十六レーダーやアン、アルア十四電波探知装置、イザム、MK。 25フレアマーカー8発が搭載されていた。これらの装備の多くは固定翼哨戒機である P-2H の構成が踏襲された。スパロー空対空ミサイルの搭載試験も行われたものの標準的な装備には加えられなかった。なお当初の計画では SH-2D を元に強化した SH-2E ランプス MKE を開発する計画となっており、 有種 -2E2、e、機が試作されたものの、所要のコストに対して期待したほどの性能向上が得られないと断されて、量産には至らなかった。代わって MKI の性能向上を図ることになり、1973年5月より改良型の SH-2F の引き渡しが開始された。その後、ヘリコプターを SH-60 に変更した MKEE が、 実用化されたものの、こちらは、高価な上に大規模な航空偽装が必要となり、既存の間での運用が難しかったため、MKI の運用も並行して継続されることになった。また600席艦隊構想に伴う、需要増加もあって、1987年度からは SH、SH-2F をもとに、全面的な解説系を加えて、性能強化を図った SH。 2G スーパーシープライトが開発された。蒸気の経緯によって SH-2E ランプス MKE が帰却された後、海軍は新型機によるランプス MKE を施行するようになった。1973年10月に要求仕様が決定されて、1976年6月に提案要求が出され、シコルスキー、ボーイングバートル、ウエストランドが応募した。 そして1977年9月、陸軍の新型汎用ヘリコプターとして採用されたばかりの UH-60A、ブラックウークをもとに発展させた SH-60BC ホークの採用が決定された。SH-60B では SH-2DF と比して機体規模が大きく拡大されたことから装備も大幅に拡充された。 その部位搭載数は25本に増大したほか、アン、イス -1 音響信号処理装置を搭載して、限定的ながら、独立行動能力も備えた。またレーダーは、アン、APS-124、電波探知装置は、アン、アルック -142 に更新されている。これらの搭載機器と母艦を連接するため、母艦の側には3トンにも及ぶ、電子機器が搭載されている。 1989年12月に契約されたブロックアイでは新型の MK50 魚雷及びペンギンソラ対艦ミサイルの運用能力が付与された。また1996年に収益したブロックー、e、ではフリアや逆合成開口レーダー、イーザー、ヘリ艦データリンクが搭載されたほかスラム巡航ミサイルの即敵能力も付与された。その後、 装備を更新するとともに、艦上機である SH-60F と機体を共通化した SH-60R が開発され、1999年1月22日に初飛行した。レーダーをアン、AN-APS-147、合成開口レーダーに、フリアをアン、AN-OS-44C に、また信号処理装置をアン、AN-IS-2 に更新した。 その部位発射機も新型化されたほか、環状機と共通化されたこともあって、低周波のアン、アクス -22 リッピングソナーも搭載された。2001年5月25日には、メガヘルツ -60R に解消された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。